はいよーす、どうもおはにちまんは、たかまるかまるです。さあ、マリオストーリー続きやっていこう。前回は、ピーチパート終わって、キノコタウンを中心に、いろんなことをしてきたわけなんだけど、最後、ノコジロの頼みを聞いて、カラカラタウンのお店で、ボロボロハンマー、カラカラパスタ、それともう一回ボロボロハンマー買って、あと一個何買うか忘れたとか、ふざけたことのたまってきたんで、もうそれはもう一旦放置しました。で、こっからね、ちょっと、進んでいきたいわけなんだけど、何すりゃいいんだったっけ？クッパめ、ピーチ目を返せ。クスンクスン、マリオさん、早くピーチ目を助けてあげてくださいね。絶対悲しんでねえだろ、あいつ。物知りなキノポン知ってますか？西のメインゲートの近くに住んでるんですが、とっても物知りなんですよ。僕たちが知らないようなことをたくさん知っているので、きっとびっくりしますよ。いや、うちのクリオの方が物知りだからな。マリオさんがいない間にキノコタウン何かあったらどうしたらいいんでしょうね。なんだかとっても心配です。僕らだけ何とかできるでしょうか。無理だよ。マリオさん、ちょうどよかった。ん？デアールさんのところにマリオさんのことを探して誰か来たみたいでしたよ。デアールさんに久しぶりだな。あれ？こいつ見たことあるぞ。もう、ルシカ、いいとこ行ったので、あーら！お店にお客が来ているので、あーら！はじめまして、僕、星の生まれる谷から来たのです。星の生まれる谷は、遥か北の最果ての地、サムサイム村にあるのです。星のスタールさんが、星のスタールってなんだ。星が2つ入ってきたよ。谷のスタールさんが、マリオさんに伝えなきゃならないことがあると言ってたのです。星の生まれる谷のスタールというのは、わしの息子なので、どうやらあやつがお主を呼んでいるらしいので、何か星たちに関する大切な用だと思われるので、であるからして、マギオよ、お主は星の生まれる谷へ行かねばならないので、必ず来てください。ダッシュ、僕は先に帰ってスタールさんに報告する。ダッシュ。確かキノコタウンの地下の奥に寒い寒い村へ繋がる土管があったはずで、あーら、その寒い寒い村の先に星の生まれる谷があるので、あーら、マギオよ、急いで星の生まれる谷へ行くので、あーら。こいつら語尾に癖ありすぎだろ。地下だっけ？あ、そういえば地下全然探索してないや。ちょうどいいや。これをきっかけに、まあ寒い寒い村のね、つながる土管を探しつつ、いろんなところを探索しに行こうかな。どうかな。まず右だな。右一回も行ってないもんな。ほら、ずーっとこの黄色いブロックが道を閉ざしてたもんな。さーて、こっちはなんかある。あ、はいはい、あ、こいつも初めましてだもんな。闇クリボー。闇クリボーだよ。地下道に住んでるクリボーなんだ。最大 HP は7で、攻撃力は2、防御力は0だ。普通のクリボーよりも HP や攻撃力が高いけど、マリオなら大したことはないはずだよ。OK、ありがとう。じゃあハンマーの方がいいのかな ?7 ってことは。よし、OK。一発で倒せるようになっちゃった経験値ももらえねえや。よいしょ、オッケー。まだね、ジャンプがね、パワーアップしてないから、ハンマーの方は攻撃が高いんだよな。よしよし、お金もしっかり集めて、よいしょ、よいしょ、よいしょ、お、いいね、いいね、いいね、しっかりとコインをゲットしていこうね。オッケー、よいしょ、よいしょ、なんかあるな。笑っとる。先生のハンマーは3なんだな。じゃあクリを、闇トゲクリ。闇トゲクリだよ。地下道に住んでるトゲクリボーダー。最大 HP は7で、攻撃力は3、防御力は0だ。頭にかぶっているトゲ付きの帽子には気をつけてね。踏んづけるとダメージを受けるよ。オッケー、ありがとう。じゃあね、これもハンマーでいいよね。トゲオガード確かつけてないと思う。よいしょー。こいつももらえない。はい、いいね、ナイスで防御強。こ
こいつらも一発で倒せるもんな。序盤に来てたらね、結構苦戦してたと思うわ。まあ、体力は関係ないから、ここ。あったー、やっぱりあったー。隠れてたもんな。で、こっちは？なんか、げっそー！またいんの、こいつ。でかでっか、なにこいつ。収まってねえじゃん。ビッグゲッソビッグゲッソだよ。それにしてもすっごくでっかいね。こんなにでかいやつ見たことないや。最大 HP は70で攻撃力は5、防御力は0だ。見た目通り攻撃力が高いんだ。しかも怒って真っ赤になるとさらに攻撃力がアップするんだよ。時々小さなゲッソを生んだりもするんだ。結構厄介な敵かもね。なるほどね。じゃあね、どうするか。攻撃されるのを見越して力を抜いてやってみようかな。攻撃が5で、これは確か攻撃力3下がるわけだから、アクションコマンドを成功させれば無傷で済むわけだから。はい、いいね。ハンマー使えないから連続ジャンプやっちゃう。どれぐらいまでいけんのかな。はい、よいしょ、こんな感じね。いい調子。どれぐらいまでいけるかな。いい感じ。あー、こうダメだ。9か。クリオはね、ちょっともういいかな。モック赤にね、やっぱレサレサかな。で、ハギセンビンタやっちゃおう。10ダメージってほんと強いよな。あ、産卵した。産卵じゃねえな、普通に子供産んだぞ。じゃあチビゲッソー。チビゲッソーだ。ビッグゲッソーに吐き出されてマリオに吸い付きに来るよ。吐き出されるつうか生まれたんだろうな。最大 HP は6で攻撃力は2、防御力は0だ。さっさと倒さなきゃこっちが痛い目に遭うよ。ちょっと可愛いけどね。体力6か、結構高いな。じゃあもうめんどくさいから星の降る夜でやっつけちゃおうか。生まれてすぐやられるんだな、こいつら。よーし、オッケー。やられた顔なんかうるうるした気がする。うわー、真っ赤になって怒ってる。イカが怒ってる。うわー。それじゃあね、まあレサレサでいいよね、やっぱり。体力が10しかないからな。ハイセンビンタで思いっきりやっちゃうか。よし、オッケー。防御のない敵にはレサレサが一番だな。じゃあ連続ジャンプ、はいしょー。よし、オッケー。さっきはねノーヒットが出ちゃったからね、今度は長く攻撃が続くといいけど、これ無理か。はいはい、うわ、連続していくのか。でも1だ。よしよし。あー、やべえ、くそ、少なくなったつか効果がなくなったら力を抜いてが、まあいいや、このままハイセンビンタで思いっきりやっちゃうか。13でしょ。で、次連続ジャンプがどれぐらいまでいくかなんだよな。お、いいね。ここで体力じゃない、攻撃アップはでかいぞ。よいしょ、オッケー。これで終わりだね。いいところにまじないが来てくれたわ。24、お、ぴったりレベルアップ。じゃあ FP でいいや。よかった。レベルアップしたから、スターパワーもね、回復したし。お、宝箱。何が入ってる？ミニミニ踏み。うまくいくと少しないな。踏みつけた敵を小さくして、攻撃力は半分にする。強いのかな、これは。あのビッグゲストが守ってたアイテムとしたら、ちょっと弱い気がするけど、まあいいや。こっちの左って、
ってないよね。よし、行こう行こう行こう。ジャンプしてジャンプして、お雪やコンコンアイテムがいっぱい。うわー、そうだ、余計なのがいっぱいある。ボロボロハンマーいらない。まったくよ、あのジジイよ、ちゃんと覚えとけよ。これってやれるな。よしよし、左で、こっちは、闇トゲクリが二人、もう無視していいや、あいつ。ああ、無視していいと言った矢先にこれだもんな。よかった、透き通った。ジャンプー。この中は、ガツンナグーリ。いいね、ガツンナグーリか。どれぐらいだ？じゃあ、つけているバッジじゃなくて、1か、ドカンナグーリもちょっと気になるんだよな。じゃあしばらくはいいや。ちょっと待って、ここら辺なんかあるんじゃない？あかりんで。特にないね。あの上気になんな。行くか。ああ、危ない危ない危ない。よいしょ、しっかりと上げてからの、はいはい、よし、オッケー。ここは、このまま上行ける？お、行ける行ける行ける。ここには何かあるかな？この土管？土管の管何なんだろう？こっちは何がある？こん中か。よっしょ。おー、びっくりした。あ、ランクアップできんじゃん？仲間、誰にするか。アカリン、ポコピー、クリオ、カメキ。アカリンね、今後防御のある敵が来る。いや、クリオリーか。物知りだけだもんな、クリオ。連続頭突きでね、ちゃんと攻撃もできるようにしとかないとね。よーし、これでクリオもウルトラランクになったぞ。ちょうどいいや、こいつも物知りしとこう。よし、じゃあクリオお願い。闇パタクリ。闇パタクリだよ。地下道に住んでいる羽根付きクリボーだ。最大 HP は7で、攻撃力は2、防御力は0だ。撃ち落としたら闇クリボーになるのは他のパタクリボーと一緒だよ。よーし、ありがとうありがとう。じゃあね、こいつは目回してるから闇トゲクリを先に倒しちゃった方がいいよね。よいしょ。よし、じゃあハンマーはできないから、ジャンプで地面に落とす。で最後にクリオで倒す。よーし、多分こいつももらえないよな。この下なんかある？あ、ここに戻ってくるのか。なるほどね。この先なんかありそうだから、パレッタに変えて、飛ぶ。よし。あ、星のかけら。あったあったあった。あー、こいつも無視でいいや。この下はいけないね。じゃあ、この土管の中、行っちゃっていいか。結構地下道って広いんだな。あ、メットもいいね。やったからね。あ、ここにも。いいね。スーパーブロックがある。ランクアップ。いいね。今度はどうしよっかな。アカリン、ポコピー。アカリンでいいか、普通に。よーし。今度はアカリンをウルトラランクにしたぞ。結構ほんといろいろ言ってないんだな。まだいるじゃん、あいつら。じゃあこっちはもう大丈夫だね。あとはどこだったっけ。テレサのお屋敷に行く土管をくぐって、あ、そうだ、ちょっと大事なこと忘れてたわ。ここここここ、ドガボンの城なんだけど、ここやるの忘れてたわ。何なんだろうな。てかさ、ドアボンの城久しぶりに来たのはいいんだけどさ、
あの見張りの UFO みたいなやつとかさ、ガボン兵とか全くいないんだよね。まあドガボンもどっか行っちゃったしな、もう完全にここ空き家になってるもんな。で、ここに確かアイテムがあったんだよな。あったあった、これ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 。危険でパワー、マリオが危険になった時攻撃力が4アップする。これ結構強いんだよね。今ね、マリオの HP 結構低いからさ、危険になる確率が高いのよ。だからこのバッジをつけておけばね、攻撃力がアップするわけだから、これちょっとね、近い時につけたいと思います。あ、不思議そう不思議そうだって。いやほんとドガボンの城、危険でパワー以外何にもなかったな。で、あとはこっちぐらいかな。またこっち行けたりとかしないもんな。テイさんの屋敷に行く土管の左はスーパーブロックあったとこだったから、ここはジャンボルトで、この右だな、こっち行ってない。あー、ここ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 。ポコピーにして、このトゲの上を移動する。この下なんだっけ、あんまり記憶いない。あ、トゲゾウこんなとこにいんの。よいしょ。ん、あー、コインか、いいね、コインやつ。おー、金金金。あー、思ったにもそんなに多くなかったトゲゾウこんなとこにいたっけ、あんまり記憶になかった。ジゲム5個の杉で、海外水魚の水魚を待つ、雲来待つ、風来待つ、空年のところに住むところ、ヤブラ工事のブラ工事、パイポのシューリンガーのグリーンダー、グリーンダーのポンポコピーのポンポコナー、チョーキューメン、チョースケさんがここにもいないのにさ。うわーい、あぶねー、うわーい、あぶねー。あ、あのブロックちょっと高いな。じゃあこっちにまさか、あったー、ウルトラブーツを手に入れた。マリオのジャンプの攻撃力がアップ、トルネードジャンプができる。なるほどね、これで高いところをできるのか、いいね。おい、あん、ほい、あんあ、トルネードジャンプで先制攻撃するとこういう風になるの、知らなかった。じゃあとりあえず闇のこの子倒して、あーいいね、強い強い強い。8になったのか。闇のこの子のスターポイントがもらえないっていうね。そう考えるとトギゾウの方が強いってことなんかな。はい、あのトギゾウがいるところ、スーパーハンマー、あ、ダメか、どっちみちポコピーでここ来るわけだから、スーパーハンマーゲットした時では来れないんだな。こことここなんかありそうだな。あったー、お前が悪いんだからな。緊急キノコ、じゃあカラカラ、ボロボロいらない緊急キノコか、あんま使いたくないんだけどな。他にはないもんな、ここら辺は。じゃあいいね、トゲゾウいるから気をつけよう。はい、あ、うわー、あ、ここもね、オッケー。あ、そうだ、ないんだ。じゃあカラカラパスタ、いや、一旦ステーカテーのカラカラパスタを食べよう。で、これでキラキラ落としをゲット。いいね。で、ここは？あー、上怪しいな。これって？あ、やっぱこれだ。ちょっと待って待って。一個飛ばしだったよな。じゃあ、ここら辺か？よしよし。二個飛ばしか、これ。よし。よし、これで道ができたな。ちょっとこの土管気になるから入ってみよう。ここは、多分これピンキーだな。何もないのおかしいもんな。オッケー。こんなか。うわ、何このちょうちんあんこみたいなやつ。クリオ？ボタクールって名前の商売人なんだ。なんでこんなとこにいるんだろう。ま、人それぞれなんだけどね。でもここってなんだか秘密基地みたいでワクワクするね。いやいやいや、どうもどうも。
私はボッタクールというものです。よくここを見つけましたね。実は私ここでひっそりと商売をしているんですよ。幸運なった時に特別にいいものを売って差し上げますよ。いいもの？値段は64コインですが、お買い上げになりますか？お買い得ですよ。買う。お、星のかけら。はい、お買い上げありがとうございます。よろしかったらもっと買っていかれてはいかがでしょうか。同じ64コインでもっといいものを用意してありますよ。アイテムがねいっぱいだからちょっといいや、とりあえずは。そうですか、すっごくいいものなのにな。次来た時はもうなくなってるかもしれませんね。商売人だな、ほんと。ここは？あ、怪しい、怪しい鍵。ここってここに、やっぱここなんだ。なんか怪しいなと思ったんだよ、この家。じゃ、とりあえずアイテムちょっと整理してこう。よーし、アイテムちょっと預けてきました。じゃあ、今度はこの上行きゃいいんだな。はい、はい、はい、はい。オッケー、クリオもうまいね。さすが一番初めの仲間だよ。あ。うわー、キンキンだな。スーパーブロックある。これはカメキポコピー。あー、まあこれ氷でしょ。じゃあ炎の甲羅の方が強くないか。じゃあとりあえずカメキにしておこう。まあポコピーはね最後に仲間になったやつだからね。ウルトラランク OK。 じゃあ今度右行きゃいいんだな。よし行くぜ、カメキ。あ、ステージ7、最果ての地へ。あー来た。ここは寒い寒い村か。ちょっと一応セーブしておこう。おーいおーい、こんにちは。ここは最果ての村、最果ての村じゃないや、北の果ての村、寒い寒い村です。キノコタウンから来たんですか？そりゃ遠いところよくいらっしゃいました。あ、ここは、あんまりそんな値段は、あーなかなかの値段。いいや、まあそう考えたらさ、こいつら寒い寒い村のみんな、この土管じゃなきゃキノコタウンに行けないのか。大変だな。星の丸谷？ああ、それならこの村から東に行ったところにありますよ。でも気をつけてください。最近、谷行く途中の道で恐ろしい怪物が現れるって話ですから。いやですね。この頃、怖い噂ばかりです。どうなってるんでしょう。まあ、ピーチ姫をさらわれたしね。この間、村で怪しいやつを見たんですよ。うおーとか、寒いぜーとか叫んでましたよ。あと、くそー、マギオメーとかも言ってたような気が。一体何者なんでしょうね。知らない。こっちは？あれ？お前ら久しぶりだな。寒い寒い村といえばスケートよね。スケートはしたいけど、外に怪物がいるって言うし。怖いから村の中でスケートしましょう。ルンルン。あー、お、あれ？お前こんなとこにもいんの？じゃんじゃかじゃん、前のなじみはずらむしでーす。クイズをしますか？する。では問題に行きましょう。問題です。のこのこ村のお店で売ってるキノコの値段、2コインはちょっと安すぎ、8コインはちょっと高すぎ、4コイン。よっしゃ、正解でーす。おめでとうございます。星のかけらをプレゼントしまーす。ていうかカミキいるんだからカミキ教えてくれよ。ちなみに現在の後の正解問題は14問です。次回も頑張ってくださいね。それではさようなら。スケートとかスキーか。俺ウィンタースポーツってやったことないんだよね。やったことないっつうか、まあスケートはねちっちゃい頃1回だけしかやったことないんだよな。こいつは、私は村の警備員。村に怪しい奴がいるたというのにパトロールしているのだ。ひょっとして、怪しい奴って君のことじゃないだろうね。失礼な奴、初対面の人に対して。この村の先には、星の丸谷があります。
とても不思議なところなんです。なんでも子供の精が空に登っていくところらしいですよ。でも最近星が空に登っていくのを見ていないな。なんて氷の上を進めるのはとても楽しいんです。ツーとか言ってね。どうです、ご一緒にいかがですか。マリオとカミキブレーキ効くね。氷の上を滑るのはとっても楽しいんですよ。ペンペン雪が降る、ペンペン氷の上で滑って回ってし放題。ラララルルルルラララ。はっ、もっと練習しなきゃ。急に歌うよこいつ。よいしょ。ここでそんなことしちゃいかん。掘り割れたらどうするんだね。ひび入っちゃったよ。まあまあとりあえずいいや。最近この道をずーっと行ったところ、最近のところに怪物がいるらしいんですよ。怪物が出るっていうからみんなも怖がって村の外にあまり出ないんです。平和な頃が懐かしいです。知らないけどなお前らに。あ、くそくそ、最近怪しい奴が村に現れたという話だ。だから村長の許可なしではここを通すわけにはいかん。村長、村長どこにいんだっけ。この建物は倉庫なんだけど鍵はどっか行っちゃって入れないんだよ。困っちゃったな。ついこの間までちゃんとあったんだけどな。ちょっとこの下に鍵があったけどそれじゃないの。よいしょ。いかんいかん、ダメだと言ってるだろうが。危ないよ君。あ、引きずられてく、引きずられてく。あ、あ、もうわからないやつだな。危ないからあっち行ってなさい。あ、めっちゃ蹴られたんだけど。おい何すんだよ。おいおい、綺麗になってる。いつの間に戻したんだの。あ、そうだ、話戻すんだけど、スケートはね昔一回だけやった記憶があって、それで、あ、マリオさんが持っているそれは初段の証ですか。僕は三段の証を持っているんですよ。マリオさんより僕の方が強いのかもしれませんね。スキーはね昔ね、待って、いろいろ探索したいから話が。ここから星の生まれる谷は寒い寒い村に行きますよ。まあ寒い寒い山か。寒いですからお手掛けの時は暖かくしてくださいね。最近この村物騒なんです。いかにも怪しい奴が現れて村の周りをうろうろしてたんですよ。誰かを探しているようでしたが、あの怪しい奴は一体どこ行ったんだろう。で、スキーはね、うちの父親がね、実家がね、北の方でさ、ちょっとね、父親の実家に遊びに行こうってなった時にさ、スキー連れてってくれるはずだったのよ。でもその日、風が強くて、リフトが動かなくて、スキーできないで帰ってきたんだよね。ペン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 、リズムに乗って、図に乗って、ペン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 と歩くよ、ペンペン。並べてみようよ、雪だるま。バケツの帽子に目と鼻つけて、マフラー巻いてあげましょう。こっちは今日のおやつはかき氷にしよう。いちごシロップがいいかな、ハニーシロップがいいかな、メロンシロップにクリームかけてもいいな。うふ、嬉しいな。かき氷か。もうかき氷がね、食べたくなる季節になってきたよね。こっちは他の町から来た人にとってはこの村はとっても寒いでしょうね。でも世界にはとっても暑くて砂だらけの町もあるらしいですよ。私は信じられませんがね。あー、そっか、知らないのかこいつの砂漠とか。クリオ、こいつらには何かあるかな。おいらたちも気配りするペンギンだ。この人は公平に物事を見ているみたいだよ。へえ、見た目は全く同じだけどそれぞれ違ったりするのかな。逃げやからペンギンだね。結構うるさいんだけど楽しそうだね。そうだな。じゃあ残りは、あ、まだあった。この間この村にものすごく怪しいやつが来たんですよ。すごくうるさい声わめいたり、やたらと走り回ったりしてたんですよ。なんだか部屋の村に事件が起こりそうな予感がします。結構噂好きなペンギンだよ。村の外に出ないでうろうろしてるんだ。まあ確かに大声出したりとかさ、なんか走り回ってるとか、もう怖いよな。あとはここか。あれ、他のペンギンと色が違うやつ。あらあら、お客様ですの。寒いところにようこそおいでくださいました。うちの主人にご用でしたら奥の部屋におりますよ。遠慮ありませんからどうぞお入りください。お、ありがとう。かき氷あるね。さーて、こっちは村長。
あれ？寒い寒い村の村長だよ。ゴンベイってペンギンと仲良しなんだ。村の人たちにも頼りにされてるんだ。仕事はきちんとしてるけど、とってもうっかりしてるペンギンなんだって。キノコタウンに行ってたみたいだけど、キノコ城にも行ったのかな？マリオは会ったことあるの？あーいた気がする。なんか寒い寒い村の代表で、なんか村長私が来ましたみたいな言ってた気がするな。村長。返事がない。村長の体はピクリとも動かない。よく見ると手にゴンベイと書かれたメモを握っている。あ、あなた、お茶でも出しましょうか。あら、いやですね。あなたそんなところで寝ていると風邪をひきますよ。やべえ、やべえ。ちょっと嫌な予感がするんだけど。違ったわ。ペンギン話しよう。わあ、ズームアウトしてく。奥さん、何事ですか？落ち着きなさいって。ちゃんと話してくれないとわからないよ。もしかして、ああ、こいつ、うちの主人が死んでるんですよ。ほら見て、そこに。ああ、うちの主人が殺されちゃったわ。めめめ、なに？村長が殺された？まるで推理小説のワンシーンのようですな。めめめ、これは大変だ。しかし奥さん、一体誰が？やめろよ奥さん。答え次第ではお前もこの世からいなくなるってことを分かってんだろうな。ほら、そこにいるヒロさんよ。こいつ、こいつ、何の証拠があって？私が止めるのも聞かずに勝手に上がり込んできたんですよ。嘘をつくな、お前。お前、縁起はいませんからっつって、上がっ、なんか、どうぞ上がってくださいっつったじゃねえか、お前。ふざけんなよ。それまで、ね、うちの主人、元気満々、ビンビンでしたのよ。ビンビンってなんだ、お前。うちの、この人が、うちの主人にひどいことしたに違いないわ。君、奥さんはこう言ってみるぞ。身に覚えがあるね。ないよ。知らばっくれても無駄だよ。こうして目撃者がいるんだからね。見てねえ。こいつ見てねえよ。そうですな、奥さん。そうです、この人が犯人です。私この目でちゃんと見ましたもの。嘘つけ。入ったとこは見たけど、やったところ見てねえだろお前。ホラーウィー吹いてんじゃねえぞお前。それに部屋の中に入ってたのはこの人だけなんですもの。違うなんて言わせませんよ。あくまでも君は自分が犯人ではないと言い切るのだね。何言ってんだよ。マリオがそんなことするわけないだろ。何言ってるんですか。マリオさんがそんなことするわけないじゃないですか。何勝手なこと言ってんのよ。マリオはやってないわよ。マリオさんはしてないですよ。絶対無実です。ええ、私も言いましたもの。私のプライドにかけてマリオは無実ですわ。マリオちゃんやってないでちゅ。ちゃんとした証拠もないのにマリオちゃんを犯人扱いするなんてひどいでちゅ。何言ってんだよあんた。マリオがそんなことするはずないだろ。よく考えておくれよ。何手がある。マリオの兄貴はそんなことするような人じゃないんだよ。みんな、ありがとう。みんな、持つべきものは仲間だよな。なんと、それが本当ならこれは密室殺人、いや密室殺ペンギンということになるな。語呂悪。この平南村にそんな恐ろしい事件が。君、もう一度確かめるが、自分がやったのではないと言い切れるのだね。もちろんだよ。よし、わかった。そうなるとあとは
真犯人。君にチャンスをやろうじゃないか。もし君が犯人でないと言うのならば、君の手で真犯人を連れてきたまえ。はぁ、あ、なんで俺がそんなことしなくちゃなんねんだお前。そうしたら君のことを信じてあげよう。分かったかね。では早速行きたまえ。ただしまだ君が無実だと証明されたわけではないから、村から出ることは禁止するよ。はぁ、あ、何こいつ。あ、動かせんのか。こいつがメモを持ってんだよね、村長さんが。手にゴンベイと書かれたメモを握っている。うん。私に何か用かね。暇を潰している時間があるなら、一刻も早く真犯人を見つけたらどうだね。なんだこいつ。あとお前よ。本当あなたが犯人なんでしょ？私の勘には間違いないわ。こんな同じ田舎に突然他の町からのお客さんなんておかしいと思ってたんですよ。ああ、かわいそうなうちの主人、私を許して。黙れお前。まったくもう、なんかさ、事件に巻き込まれたんだけど、ゴンベイさんを探せばいいのかな。ふん。あんたに協力する気はないんですよ。あっちに行ってください。何お前。俺今、出てきたばっかりなのに、なんでお前中のこと知ってんの。はぁ？ゴンベイさん、それならこの村に住んでいる小説家の先生ですよ。小説家。あなたまさかゴンベイさんを疑ってるんですか。ゴンベイさんこの村長さんを殺すはずありませんよ。二人は仲良しなんですから。まあ仲良しって言われてもな。おやさんに聞く前に全員だ。公平に物事。ああ、確かにその通りだわ。特にマリオのことなんか犯人扱いしてるわけじゃないもんな。村長は殺されちゃったんだって。しかも密室の中で犯人が誰かわからないらしいよ。おお、なんてこった。まあね、ゴンベイさんの書いた推理小説そのものだ。こんな田舎にそんなミステリーが本当に起こるなんて。犯人は誰なんだ。ヒゲを生やしたおっさんだって村長の奥さんは言っていたよ。ほら、あのハンマー持ってうろうろしている一見人の良さそうな。うわー怖いね。人は見かけによらないね。お前ら邪魔なんだけど、そこクヌギ床があんのに邪魔。まあハンマー持ってたら怖いもんな。普通に考えて、ペンギン殺しだ。近づかないで。あんたなんかあっち行っちゃえ。キャー、殺される。命だけはお助けよ。うるさいお前。こっちはなんかき氷食べたいみたいに言ってたもんな。ゴンベイさんですか。ええ、知ってますよ。この村では知らない人がいないぐらいとっても有名な推理小説家なんです。まさかゴンベイさんが村長さんを殺したんですか。確かに怪しいかもしれません。ゴンベイさんは犯罪に詳しいですし、こうしばらくゴンベイさんの行方がわからないんですよ。あれ、これはゴンベイさん犯人説が濃厚になってきたか。ゴンベイさんですか。あの方は池の近くの家に住んでいますよ。でもゴンベイさんの家に行っても留守なことが多いんですよね。ゴンベイさんが犯人じゃないかって。まさか村長さんとも仲良しですし、そんなことする理由がないですよ。それとも何か隠された理由が。私もゴンベイさんの小説を読むようになってからいろいろなことを推理するようになったんです。当てになんなそう。あれ、いないんだけど。いたよね、ここにペンギンが。まさかこの家のペンギンも犯人っていう説が。マリオさんが持っているそれは初段の証ですか。お前揺るぎねえな。他のペンギンはさ、村長さんが殺されたとかなんかそういう話題持ちきりだってのに、お前はずっと証なんだな。あなたが村長さんを殺した犯人じゃないのなら証拠を見せてください。それまでは村から出られないように私は土管の上からどきません。これが本当の土管の上から土管なんちゃって。どっか村長さんを殺した犯人があなただって噂になってますよ。本当にやっちゃったんですか。私はこの前見かけた怪しい奴が犯人じゃないかと推理してるんです。だってあなた悪い人に見えないですもん。ありがとう、いいペンギンだなお前は。怪しい奴、そうなんだよ。怪しい奴もいるって言ってたもんな。こっちは、ここは小説家のゴンベイさんの家です。
ゴンベイさんいるはずなんですが、姿が見えないんですよ。おかしいなぁ。おい、ゴンベイさん。このいない。騒げば出てきたりとかしないかな。うるさいですよ、みたいな。まあまあ、いっか。こっちは、一応こいつらにも聞いてみるか。サメさん言うなとですね。お前らも変わんねえな。まあね、よその村の村長が殺されたって言っても知ったこっちゃないみたいな顔してるもんな、お前ら。で、鍵なんだよね。ここはあるけど、ここは倉庫だもんね。で、こっちは門番だし、君には村長を殺したという疑いがかけられている。無実が証明されるまで君を村から出すわけにいかない。まったく。あとお前は？ツーン。ツーンって言ってんだろ？悪いやつは口を聞きたくもないね。たこつ、待て。じゃあ、ここで、あ、そうだ。警備員さんがいないから、うるさい警備員さんいないから、もうこれやっちゃっていいな。よっしゃー。オッケー。で、これをおぷくさんで取るわけだな。よいしょっと、倉庫の鍵。こんな寒い中、よくマリオとおぷくさん、飛び込めんな。で、鍵開けりゃいいんだよね。よし。この上か？ジャンプ台がある。よいしょ。あ、なるほどね。で、ここがゴンベイさんの家だから、あ、煙突から行けばいいのか。あー！うわ！あなたは誰です？私のシークレットルームに入ってくるなんて。しかもあんなところから。あんたがゴンベイさんかい？私は小説家のゴンベイというものです。何かご用でしょうか？え？村長さんが殺された？私が真犯人じゃないかって？何を言うんですか？とんでもない。そんなことしていませんよ。怪しいな。疑り深い人だな。わかりましたよ。とにかく村長さんの家に行けばいいんでしょ？スイッチオン。うわあ！さあ、村長さんの家に行きましょうか。今のうち、金目のものがねえ！あ、ちょっと、早っ！ゴンベイさん、早っ！ちょっと待ってね、一緒に行こうぜ！まったく、逃げたんじゃないだろうな、あいつ。ゴンベイさん、ちょっと待って。あ、いたいたいた、行こう。おい、待って、おい、一緒に入ろうぜ。あ、待ってくれてる。さあ、事件の真相をはっきりさせましょう。よし。おい、連れてきたぞ。いや、君か。どうしたんだい？ん？後ろに連れてきたのは、推理小説家のゴンベイさんじゃないか。何？村長が手にゴンベイと書かれたメモを持っていただって？そんなものがあったら私は遠くに気づいているはずだが。うん、確かに持っている。お前さ、マリオがゴンベイさん探しって言われたら何してたん？奥さんと何してたん？世間話とかでもしてたんか？いや奥さん、今日は寒いですな。そうですね、明日も寒いみたいですね。お前ら村長さん殺されたっつのに全然悲しんでねえな。分かったぞ。これはダイイングメッセージというやつだ。ダイイングメッセージ。村長が最後の力を振り絞って私たちに真犯人を教えようとしたのだよ。つまりゴンベイさん、あなたが真犯人だ。そうか、道理であなたの推理小説は面白すぎると思った。なんだその理由は。あなた本物の犯人だったんですな。何言ってるんですか。私が村長さんをこんな目に遭わせるわけないでしょ。私と村長さんは大の仲良しなんですから。うん、確かに仲良しだった。しかしそれさえも犯人だと疑われないためのお芝居だったに違いない。
ひどいなこいつ。どうかね、図星かね。そんな、勘弁してください。私は無実ですよ。第一、私はずっとある場所で新作を書いていたんです。村長さんとは会ってもいないんですよ。私はやっぱりそっちのヒゲのおっさんの方が犯人だと思いますわ。黙れお前は。事件の謎はますます深まっていくばかり。ん？あいたた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 。キャー！うちの主人が生き返った！お化け！おや？皆さんお揃いで。これはまた一体何がどうしたというんじゃな？村長、あんた死んだはずでは。ミス犯罪はどうなったんだ？はい、何のことじゃ一体。確か、わしはゴンベイさんに持っていくお土産をそこの棚から取ろうとして、あ、そうそう、足を滑らせて床に頭をぶつけたんだ、思い出したわい。はい、ゴンベイさん、あんたへのお土産ですぞ。キノコタンはよかったぞ。びっくりするようなことばかりでの。今度じっくりと大都会のお土産話を聞かせてあげよう。ありがとうございます。村長、我々はあなたが殺されたものと思っていたんですぞ。まったくペンギンさんやつだ。これから気をつけてくださいよ。おいおい、ちょっと謝ってけ。おい、ああすまなかったの。とにかく良かった、村長さんが無事で嬉しいですよ。では私も失礼します。家に戻って新作の続きを書きますよ。ゴンベンさんも災難だよな。ごめんな、疑っちゃって。なんだかよくわからんが、みんなに迷惑かけたみたいだの。いや、すまなかったですな、申し訳ない。お、あんたマギオさんですな。こんな最果ての村へようこそ。どうなさった？星の生まれる谷へ来たのですかな。なるほど、わかりました。村の外に出られるように門番に話をつけておきます。ご自由にお通りください。ありがとう村長。ところで奥さん、あんたなんか言うことがあるんじゃないですか。ずっと目線をそらしてますけど、何か言うことがあるんじゃないですかね。私は最初からあなたは犯人ではないと思っていましたわ。密室犯罪なんてバカバカしいですよね。警備員さんたら推理小説の読みすぎですわ。Thank you.